体験してもらった上でその体験をあそういうことかと記憶に残してもらう、満足してほしいじゃないですか。皆さんこんにちは、 SE プラス IT 教育チャンネルナビゲーターの寺井です。早速ですが今回のテーマはこちら、 SE プラスカリスマ講師陣紹介シリーズ第13弾です。ということで今回インタビューさせていただく講師はロジック図解術のプロフェッショナルこと開米講師です。それでは開米さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども開米さんは読解力と図解力を軸に文書化能力の向上を図るといったような研修を謳っているかと思うんですけれども、この文書化能力といった能力は具体的にどういったものなんでしょうか。はい、論理的に複雑な情報を整理整頓して分かりやすく書く能力になります。はい、で論理的に複雑な情報というのは例えば因果関係であったり、うん、相関関係であったり、まあ、いろんなこう関係が入り組んでるのが普通で、まあ、情報量も多いです。ですからそれを文章だけで書いてもなかなかうまく通じないんですよ。例えば地図ありますよね。はい、で地図というのは文章とかあるいは口頭で説明するのって不可能ですよね。確かに、はいはい、で地図のようにあちらとこちらがこうつながってという情報が特にエンジニアリングやってるととても多いの で、 でそれを説明しようとするときは図が必須になるわけです。ただ図が必須といっても普通の人はそれをやる習慣がないので、まあ、慣れてないことは人間できないですから。そうですね、はい、できないから結局みんな困ってるんですよ。でそこで私が情報を整理して図に落とし込む練習をしてもらおうと、そういう練習をしてその力を身につけるとコミュニケーションが楽になるよということで図解力を軸にした文書化能力の講座を作った次第です。確かにプログラミングとかそういった知識は学んでも、はい、文章の分かりやすい書き方とかって学ばないから悩んでる方多そうですもんね。多いんですよこれら。この能力というのは本当は高校の国語の時間あたりにやるのが、まあ、一番適切だと思ってまして、複雑な情報を整理整頓するって別にどんな世界に行っても必要なことですから。そうですね、もともと文章化する分かりやすく伝えるって言ったことは得意だったんですか。これはもともと得意だったと言っていいでしょう。というのは大元は実は高校あるいはもしかしたら中学の時まで遡るんですけど、数学の勉強をするときにこの問題はどういうふうに表現したら考えやすいのかな、理解しやすいのかなと問題の表現の仕方を考えるっていうのをやってたんですよ。で特に友達に数学を教えようとするとそれが必要になったんですよね。でそういうことをやってるうちに論理的に複雑な構造をこうビジュアルに表現する力ってのが、まあ、そこからだんだん伸びていってプログラマーなんかをやってる時も役に立ちました。そしてもう一つ、はいはい、当時というのはまあ10代の頃ですけど、実は小説家志望だったことがありまして。そうだったんですか。はい、だから文章を書くことも、まあ、別に苦にはしなかったということからして、まあ、元々得意だったと言っていいんじゃないかと思いますね。すごいですね、この理系とこの文系両方、はい、いいところを。いいところ。文書化能力を向上させるために読解力だったり図解力っていうものが大切だと気づいたのはどういったきっかけがあったんですか。はい、実は大学に入ってから特に人文系の専門書を読もうとした時に、これわざと分かりにくく書いてんじゃないのと思うぐらい分かりにくいなと思ったのが結構影響してます。人文系の専門書になるとやっぱり理屈があるわけですよ。 A が B であって C であるからなんだといったその理屈を文章で書かれるとですね、ロジック追いづらいんですよね。数学は論理的な関係を数式で表現するって似たようなことがもう人文の世界でもできるんじゃないの、その方が分かりやすいんじゃないのと思ったのが、まあ、最初のきっかけで、で実際やってみたわけです。それを始めたのがまあ大学の頃で、そうやってロジックを整理するっていうのが実はエンジニアの仕事を始めてからの方が使う機会が多くて、図解が必要だと実際役に立つということが確信持てた経緯です。ただ、はい、ただ、はい、自分ではやるようになりました。はい、で他の人にもやってほしいと思ったんですよ。しかしみんなやんないんですよ。みんなやらない。こんなに分かりやすく書けるのになんでみんなやんないのと思ったら、うん、実は図の書き方知らないんじゃなくて、図を書く前にほとんど文章に書かれている情報を
正確に読み取るという段階でそこに弱点があるということに、まあ、その後気がついたんですよね。特に実際自分が文書化能力の講座なんかを作って教育をやるようになったら、出題してもこう、 うまくできないと。うまくできない理由、原因は一体何なんだろうかと探ってみたら、あ、実はそもそも文章を読めてないんだと、ということに気がつき、図解の前に読解力だなと、ただまあこれ表裏一体のところがありまして、図解をするためには正確な読解力が必要ですけども、読解力を上げるためにも図を書くことが役に立つので、表裏一体なんですよ。なんか図解っていうのはなんとなく分かってたんですけど、はい、そういうことで読解力の大切さにも気づいたんですね、はい、そうです。講師についてはなぜ始めてみようかなっていうふうに思われたんですか？そうですね、まあ、一番の原点的なものを語るとですね、はい、子供の頃に学校に不満があったんですよ不満っていうのは面白くないと。あ、そういう、うん、やってることが面白くないというところから、自分の面白いと思うことを追求できるような学校があったらいいなということで、自分でそういう理想の学校を作りたいなとぼんやり思っていたんですよ、はい、あくまでもぼんやり思っていただけ で具体性は全然ないんですけどねでそういうのがあって、あ、10年ぐらいですね経った時に、ある知人がですね、あるビジネススクールで新講座を立ち上げる話があり、このちょっと裏方をやったんですよね、はいはい、でその時の知人というのが、まあ、自分で企画を立てて、で講師もやって、それも本にもしてと、こう一人でこう全部やってたんですけど、それまで誰もやってないような新しい前例のない前例のない講座の、まあ、立ち上げをこう見ていて、あ、なるほど、ここでこういうことをやるといけるんだと、とっても勉強になり、うん、まあ、自分でもやってみたいと思った、いや実際にやろうというところまで踏み切らせる大きな力になりました。2003年からロジック図解の、まあ、教育研修コンサルティングを始めて現在に至っております。今年がもう2022年なので、うん、もうすぐ20年ということで、締めが来そうですね、はい、はい、20年になったら何かお祝いしましょうかねいいですね。講義をする際にこだわっていることですとか心がけていることってどんなことなんですか？一言で言うなら、法則をキャッチフレーズ化して何回も言う、はい、複雑な情報を整理するときによく使う、あるいはよく出てくるパターンっていうのがあるんですよね。そのパターンを普段は無意識にやってるんですよ。ここでこういうことをあなたやってますよねと。でそのパターンを名前をつける。で名前をつけて、なんとかの法則のようにキャッチフレーズ化し、いいですかこのなんとかの法則よろしいでしょうかって何回も何回も言うわけで、はい、そうすると記憶に残るので、記憶に残って意識的にやるようになったことって、人間は必要な時に、あ、そういえばこれだと気がついて、こう何回も応用できますから、法則のキャッチフレーズ化ですね。え、試しに一つキャッチフレーズ何かお聞きしてもよろしいですか？はい、はい、例えば、はい、入れ替え可能な見出しをつけてはいけないって話があります、はいはい、例えば書籍って目次がありますよね。 A という目次と B という目次、これを入れ替えても中身とそのまま違和感なく矛盾なく通用しちゃうようなら、それは目次として役に立ってないんですよ、はい、確かに。複雑な話を書くときって大抵いくつかのパートに分けてそこに見出しつけますけど、その見出しをつけるのが下手で入れ替えできる見出しになっちゃってることはものすごく多いんです。そうなんですね、はい、今でも僕でさえやるぐらい誰でもやります。間違いなく誰でも。そこでこれを気をつけるべき、こうダメなパターンの例として、入れ替え可能な見出しをつけてはいけない、でこれを何回も言うわけです。でそのキャッチフレーズ化、何とかしてキャッチフレーズを作るということを、自分が一番最初に講師を始めた頃はそれできてなかったんですけど、確かに何か言われた通りにするとやれるんだけど、でもそれがちゃんと記憶に残らない。体験してもらった上でその体験を、あ、そういうことか、はい、と記憶に残してもらうためには、はい、キャッチフレーズ化が必要だったんです。ですから、まあ、常に心がけてます。もう一つ今日ちょっと気になったことなんですけど、撮影を始める前に、はい、カイマエさんが結構、はい、発声練習っていうんですかね、発声練習、ブ、はい、ルーってやったりとかされてるのが印象的だったんですけど、はい、これって通常の講座の前とかもルーティーンみたいな形でされてたりするんですか？大体やってます、はい、
講座をやるときってちゃんと声が通るかどうか、はっきりと聞き取れるかどうかってとても大事なので、リアルの教室だと後ろの人まで声が届かなきゃいけないわけですよ。やっぱり聞き取りづらいっていうのは満足感を下げるかなり大きな要因ですので、満足してほしいじゃないですか。そうですね、うん、そうやって海前さんは日々より良い講座にしていくために、これまですごくいろいろなことを試しながら改善をされているなっていう印象だったんですけれども、これまでで一番こう苦労したことって何かありますか？はい、一番苦労したことというか、はい、いつも苦労していることは、はい、教材を作るのに手頃な難易度の教材を作るのは大変で、というのは文章化能力を鍛える練習問題を作ろうとすると、なんかややこしいこと書いてるものを渡して、これをちょっと分かりやすく整理してくださいという練習問題になるわけです。なんかややこしいことを書いてるものって大体情報量多いわけですよ。5行10行20行と文字数増えるわけですよね。文字数が増えてかつ複雑な話って大抵何らかの専門知識とか予備知識が必要な話なんです、はい、専門知識予備知識が必要な情報を教材に使って、はい、これを整理してくださいと言っても、その予備知識知らない人はできないんですよ。確かにそうなりそうですね、うん、だから誰にでも通用するような予備知識がいらない手頃な難易度の練習問題を作るっていうのはとても難しくて、でそれは常に苦労してます。逆に言えば誰にでも通用しなくていい話だったら結構楽というか、その方が役に立つんですよ、はい、例えば受講生にとってみたら、自分が普段やってる仕事に関わる話題で練習問題こう体験できる方が、まあ、ずっと分かりやすい、かつ真剣味が増すんですよね、はい、そこで完全な公開講座ではなくて、一社からまあ研修受け負って、その会社で普段使ってる文章を見せてもらって、そいつを元にしてその会社専用の講座を作るというのをやっていきたいと思っております。まあ実際そういう依頼もいくつかいただいてますので、そこに力を入れるつもりです。確かにより実践的なことを学べるので、はい、活かせそうですもんね。そうですね。それでは最後にこの動画を見ている方々に向けてメッセージをお願いします。はい、複雑な情報を整理整頓して分かりやすく書く能力は、人に説明をするときだけではなく、自分自身の理解を深めるためにも、自分の考えをまとめるためにも非常に役に立ちます。で、この能力を身につけて、皆さんの仕事が楽に早く楽しくできるようになることを熱く願っております。ありがとうございました。はい、ということで今回は海前講師にインタビューをさせていただきました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。